で、ここで、探す。ゲット。で、20号室。25室。話す。被害者を聞いて、もらって、23号室。ネルソンについて聞く。で、ここは絶対にメモ。で、15号室。ここがさ、攻略サイトくんさ、話す、ヘレナについて聞く。ここを保存しろと書いてなかったんで、騙されました。ね、修正依頼をね、後で出しときましょうか。で、被害者について聞く。これは修正依頼をかけとかないとダメですね。で、コルトをゲットして27。話す。テーラーについて聞く。保存、話す。被害者について聞いて、コットンをゲット。で、次は3号室で一回調べに戻ろう。ね、なんだこのクソゲーは。操作性がゴミ、セーブがゴミ、インターフェースがゴミ。そしてなぜかわからんけどすぐ死ぬ。ね、褒めるところなんかねえじゃん。あとはストーリーが面白いぐらいしかないんだけど、そんな面白いわけでもないしょうがないね。クリスマスに俺たちは何を見せられてるの？笑。そんな、俺は何をやっているんだだからね。両ゲートはほど遠い。笑。よし。調べる。これね、別にここ調べる必要ないっぽいんだよね。よいしょ。新聞まででいいっぽいんだよね。で、まあまあ、ここまで行って、あとコットン調べて、匂いだけ確認しとかんとね。よし。で、ここで、セーブ。31です。で、ここからが聞き込み系。ね。カーターにヘンリーについて聞く。話す。聞く。保存。15番。聞き込み。15番。話す。これでヘレンに聞く。あ、金持ちのようだが、メモをする。よし。で、ヘレンの部屋。23号室。で、ヘレンに話すメモを見せる。さっきのウィリアムのメモ。金持ちのようだ。ウィリアムはかなりバカよ。お世辞も上手に言えないのよ。この間もテーラーに貸してもらってつけていたコロンがとても好きだと言ったわ。私も今度パリに行った時、ああいったコロンを買おうかと思っているのよ。メモをする。テーラーに貸してもらった。で、テーラーに行く。テーラーは20番。話す。メモ。ヘレンのメモ。彼女にコロンを貸しました。返してもらったら今度はすぐディジーが借りに来てくれど、彼女にも貸してあげたのよ。今20でしょ。次27番。ヘンリーにカーターの。もう情報的にはもう犯人分かってんだけど、俺はね。そこにたどり着かないんだよ。7番、話す、メモ、カーターのメモ。彼は船を止めるべきだと言って口出ししたが、それは船長が決めることだよ。メモをする。よし！ヘンリーにテーラーについて聞く。テイラー、愛しているよ。しかし彼女は俺が思っていることをこうし、乗組員として働いていることも知らないんだろうな。一応メモしといて。さあ、今度こそ戻せたはずです。もうみんなもね、犯人は分かってると思うんだけどね。自分の頭の中で思っておきましょう。さて。ようやっとか。さあ戻ってきた。話します。船長室で、まずヘンリーのメモ。これだね。ヘンリーから聞いたが、カーター判事が船を止めることについて尋ねてきたらしい。デイジーもこの間同じことを聞いてきましたが、乗客の方が簡単に説明しにくいので、デイジーはテーラーに頼まれた手紙を出したかったのですかね。メモですね。はい、メモ。で、ネルソンに、ヘレンの、あったあった。やっと進んだ。私は彼女の宝石を安全に保管しているのだよ。あの時はね。でも正直なところ私は責任を持たされるのが嫌で、金庫は開けてあるんだ。だから、見れるけど宝石には手を触れないように。で、開けれる。進んだ。探す。お、何の権利があって君はそんなことをするんだ。話す。被害者。死んでしまった人のことを話すべきではないのですが、貧しい女、テーラーを狙っていたのだと思う。テーラーについて話していたのを聞いてしまったのです。探す。よし。ネバタ行きの記者の切符がありますね。持っていきましょう。ね。なんか、ネバタ行きの切符、一番初めにちゃんとプレイしていた時に聞いたような気がしませんか？さあ、それじゃあ行きましょうか。ネバタ行きねえ。さあ、行きましょうか。追い詰めるぞ！私、チャールズと言います。ね、私はディジーです。話す。やってみましょう。攻略を見ずに。まずは被害者。立派な人だと聞いていました。でもどうして殺されちゃったんでしょう。話す。メモを見せる。船長かな。は。手紙なら預かりましたよ。テーラーに代わって郵送するように言われて、あれは彼女にはとても大切なもののようでした。今、ドレッサーの中にあります。本当かい？見せてもらおうか。おい、これを見ろ。それは何ですか、先生。これはすぐに出せるようになっている封筒みたいだね。DGさん、失礼ですが、この封筒を証拠品としてお預かりしてもよろしいですかね。どうぞ、チャールズさん。メモを見せる。コロン借りたんですかね。テイラーがコロンを貸してくれたのよ。おばにも買ってあげたいようなものでしたわ。パールおばさんはとても美味しいオクラの、そのことはご存知でしたね。その瓶がお気に召したならドレッサーにありますわ。さあ、これを見てみろ。木蓮のコロンの瓶だ。失礼ですが、デイジーさん、このコロンを証拠としてもらっていいですか？パクる。さあ、これは怪しいですよ。調べましょう、調べましょう。さあ、新しい材料。調べる。コロンですよ、コロン。調べる。特に変わったところはない。同じ匂いが出るかと。これがデイジーから預かったね、瓶のようですね、先生。あ、コロンの瓶だ。木蓮のコロンですよ、先生。ね、どうしてわかるんだ。ここに書いてあります。いい香りがしますね。お、瓶の口のところにコットンがついていますよ。これでいいのかなよ、同じとか。で、とりあえずこれだね、新しいやつ。これは何だ、ワトソン。封筒ですよ、先生。ゴールデン宛ての、ゴールデンとは誰だ？さっぱりわかりません。開けてみてはどうですか？封筒から落ちたのは一体何だ？何かの証明書みたいなものですよ。お、鉱山の採掘証明書だ。ゴールデンからブラウンへの証券の受け渡しではないか。銀山に興味を持っていましたからね。いよいよ込み入ってきたな。そうですね、先生。ところでワトソン君、ね、何が出てくるか開けてみよう。ね、あ、こっちじゃないのか。こっちか。うん、よし。めんどくせえな、これも。ね、ゴールドにであると書いてますね。はい。はいはい。あとは、このネバタ行きのチケット。ワトソン君、切符だ。バージニアのネバタ行きの汽車の切符ですね。テーラーと書いてありますよ。バージニアでは何かあるのか？何もないですよ。あるのは、鉱山くらいなものですね。ん？鉱山だと？鉱山で何を掘っているんだね。銀を掘っていると思いますよ。銀山だ。そうか。テーラーは銀山に行くんだ。ネバタの銀山行きの切符と、銀山のおや、鉱山とな。銀山の採掘証明書。さあ。鉱山初めて、鉱山を持ってるのか。ここでセーブ。犯人はあいつか ?8番。さあ、きな臭くなってきたぞ。話す。この品物について教えてもらおう。証明書。仕事については全く知らないの。お話進むぞ。封筒。テーラーが投函する。紙か。テーラーは20番。20番。テイラーがね、あいつから奪った証明書を送りつけようとした。こいつか。チャールズさん、どうして私の戦士でそんなことをするんですか？話す。この品物について教えてもらおうか。証明書だ。さあ、知りません。何？封筒。そんな宛名の人なんて知らないわ。お、こいつか？これは、来たか？わらわら。コロン。デイジーが貸してくれたコロンだ。明らかだな。わら。わらわら。ダブル。とぼけた。話す。コットン。反応がわらわら。あ、それはいいわ。ダブル。お。銃のグリップ。盗まれた私のピストルだわ。盗まれた？告発！ワトソン、乗客に知らせてください。24号室で待っているよ。さあ。35。なぜ、この人わざわざサロンに呼んだのかを説明してあげてくれ、ワトソン君。実はあなたを容疑者だと思っています。だからここで犯行を明らかにして。ワトソン君、裏切らないような、怖えな。そう？あなたにはブラウンを殺す動機があった。そしてそのチャンスもあったはずだ。犯人はあなただ！テイラーさん、何も言わずに私たちの話を聞いてください。あなたのテイラーという名前実は偽名ですね。本名はベロニカ・ゴールデン。違いますか？ヘンリー君の言い間違いで分かったのですがね。それにあなたがディジーに投函してくれるように頼んだテイラー宛て、つまり、あなた宛ての封筒には鉱山の採掘証明書が入っていましたよ。これは昔ブラウンがあなたのお父さんを騙して書かせたゴールデンからブラウンへ銀山の採掘権利を譲るという証明書ですね。そう。あなたはブラウンを殺し、そして権利書を取り返した。そうすることによってあなたとあなたのお父さんの復讐を果たしたのでしょう。なるほど。そういうことだったのか。でも、先生、どのように殺しが行われたのですか？毎朝、ウィリアムが鳥を撃つのは知っていますね。ちょうどその時間に持っていた2丁のピストルのうち1丁を箱から出して、それを持ってブラウンの部屋に行ったのだ。そしてウィリアムの銃声に合わせてブラウンを撃った。弾丸は彼の体を貫通し、床に転がった。そのうち床の隙間から下に落ちたのだろうと。ガタガタじゃねえか、この船。そうか、それで弾丸が下の部屋にあったんですね。その後バッグから出したコットンでピストルを吹いてあたかも使わなかったかのように見せかけた。しかし誰かが来る気配がしたのでピストルを慌てて、投げ捨ててしまったのだ。だが柵に当たったピストルは、重心とグリップの2つに折れて重心は海に落ちたがグリップは柵に引っかかったままになってしまった。それに気づかなかったあなたは血だらけのブラウンを残しその場を去ったのだ。というのが私の推理だが違うかね、テイラー。すみません、チャールズさん。みんな心配になって、外で聞いていたのですよ。一言言わせてください。彼女は当然のことをしただけなのです。ブラウンはゴールデンを自殺にまで追い込んだやつですよ。急に出てきてどうした？また次の人が。私には彼女の気持ちがよくわかるわ。あなたこそが真の資産家になるべきよ。急にどうした？彼女は孤児や未亡人と同じ保護を受けていた。かわいそう。すぎだよ。この恐ろしい事件を一番恐ろしく感じたのは彼女でしょ？それをあんな風に言うなんて、こっちが悪者？そうだ、お前勝手なことを言うな。ブラウンは彼女を脅していたんだぞ。俺は聞いていたんだ。彼女がブラウンに脅されているのを彼女は自分の身を守るためにやったんだ。それなのに、ひどい。僕が悪いの？なんだそりゃ。船長。まあまあ、みんなが勝手なことを言っても仕方がない。これは彼女の問題なんだ。テイラー、この事件のことをすべて話してくれないか。理不尽で草。嘘だろ、笑。本当よ。彼を撃ったわ。驚きの展開。彼は自分の性質に来るようにメッセージをくれたの。私は父に何が起こったのかをはっきりさせてくれるのだと思って言ったの。新聞の切り抜きを見たでしょ。どんな理由があろうと人を殺してはいけない。父は誰かに騙されて死んだのよ。彼はこう言っていたわ。父を奪い、今度は私も奪うと。私は彼と争ったわ。ああ、恐ろしい。私は引き金を引いてしまったの。父は私に、この、世の中、若い女は危ないと、いつもピストルを持っているようにと言っていたから。それで私は、でも、そんな、決してそんなつもりじゃなかったのよ。割と間違ってるな、主人公の推理。私は錯乱状態に陥ってしまいました。ピストルをきれいにしていると誰かの声が聞こえたので窓の外にピストルを放り投げたのよ。まさかそれが引っかかっているとは思わなかったわ。そしてヘンリーに会いに下に降りたのです。そこでコットンを捨て彼に別の船室を開けてもらいました。そしてベッドの鍵を隠したのです。怖かったわ。間違ったことだというのは分かっていたわ。でもそれしか方法がなかったのよ。そのようですね、チャールズさん。私はこの船の船長として彼女の無罪だと思いますが。おい、船の船長にそんな権利はねえだろ。つまり自己防衛だったのだ。思うに我々は大いに反省しなければいけませんな。この事件は人間の、見えや欲望によって作り出されたものです。それを彼女が教えてくれたのです。ワトソン、いろいろ教えられることの多かった事件だったな。はい、記録に残して残る事件でしたね、先生。ゲームオーバー、おめでとう、チャールズ君。君なら解いてくれると思っていた。しかし次はもっと難しい難事件が君を待っているはずだ。ゲームオーバー？ゲームオーバー？ゲームオーバー？え？スタートボタンを押してください。バッドエンド？意味がわかんねえ。ゲームオーバー。ゲームオーバー？バッドエンド？わらわら、は。何も意味がわからない。クリアしたの？クリアじゃないの？わらわら。マルチエンドなの？攻略サイトをちゃんと確認します。まさか証拠不十分。は？クリアなのか、あれ。どういうこと？全くわからん。はてなはてなはてなで今頭の中。俺もわからん。これクリア？本当にわかんない。他の攻略ページはないのか。ゲームに置いてかれてるんだが、わら。意味わからん。一応クリアだそうです。バトルエンド？クリアなのね。これでクリアなの。なんというクソゲー、わらわら。おめでとう。昔のゲームはゲームオーバーでもクリア扱いのゲームあるからな。わら。クリアなの？クリアみたいだね。ちょっと待ってね。動画でね、20分ぐらいでクリアしてるんで。達成感ない。嘘だろ。ちょっとね、クリアで良いのね。ちょっとね、おめでとうございます。動画のラストを見てみますね。21分でクリアしてます、ね。なんかモヤモヤ感、わら。ある意味ではゲームオーバーだったね。やっぱクリアみたいだね。これでクリアっぽいね。これクリアです。よし。クリアね。はい、ということで、クリスマスのクソゲー、クリアです。パチパチパチ。クリアおめでとうございます。わら、雑なクリアだな。クリアだそうですね。はい、クリアです。おめでとうございます。おめでとうございます。やりました。パチパチパチ。やっちゃったー。パチパチパチ。プレイ時間は、どれぐらいだ？おめでとう。2時間ぐらい。おめでとうございます。クソゲーですね。今何分ぐらい言ってたの？クソゲーかな。おめでとうございます。バック見てみると、3時間かかってないぐらいだね。初めのダラダラしたダベリ合わせて2時間半ぐらいで一応クリアです。結局は攻略チャートを見て進めただけです、最終的に。いやー、クソゲーでしたね。このゲームの、悪いところを挙げましょう。ね、ウィキとか、ね、他の攻略ページが言っていること込みで。ない終わり方、笑、ストーリーもクソやんけ。まず、曲が、この1曲だけ曲、まず。最高に面白かったね。まず、BGM が、まず BGM がここだけ。この音楽1曲だけ、まず。で、理不尽な突然死。で、証言のメモが必要なのに3つまでしかストックできない上に、上書き、ね、1回聞くと、もう言いましたと言って2度目を言ってくれない。結局誰がトラック作った？ストーリーもクソだし、事件の起きた理由はわかるけど、急に思い出したかのに全員擁護に来るストーリークソだし、登場人物が基本的には全員クソ野郎に見せといて、最後は殺人鬼をかばう。まあ、グラフィックは当時だからしょうがないとして、移動スピード遅すぎ、セーブなし、失敗すると最初から、とりあえず褒めるべきところはないです。擁護できる？音楽がもっといっぱいになって、メモとかも全部保存できるようになって、いつでも選べるようになって、移動スピード10倍でいい。4倍でも足りない。で、インターフェースを良くして、ダメだ！どうやってもクソだ！ね。はい！ということでね、見事なクソゲーでしたね。まあ、せっかくのクリスマスなのでね、クリスマスに無事クソゲーをクリアすることができました。ね。いやー、でもこれぐらいでいいね。3時間ぐらいで終わったんで。わらわら。去年選んだファイナルソードは25、6時間かかって、12月31日までかかりましたんで、それから考えれば、ね、ちょうどいいぐらいのボリュームだったんじゃないでしょうか。わらわら。わらわら。はい。ということでね、2022年のクリスマスは、ちゃんとクリスマスイブに無事クソゲーをお送りすることがね、できました。わらわら。来年もね、面白そうなクソゲーっていうのもおかしいんだけどね。わらわら。面白そうなクソゲーを探してね、クリスマスイブの夜に楽しみたいと思っていますので、ね、クソゲーを楽しみにしている人はね、来年もお楽しみにしておいてください。それではね、今年のクソゲーもね、終わろうと思います。最後までお付き合いしていただいた方はお疲れ様です。また来年クソゲーでお会いしましょう。お疲れ様でした。それでは皆さん、さようなら。